20年以上にわたり F1 を見続けその舞台裏を知り尽くすスポーツ解説者として現代の F1 が新人ドライバーにとって厳しい環境となっている実情を掘り下げていく2023年アルハタウリの代表を退任するフランツトスト氏が若手2人の起用が不可能になったと主張し F1 のプレゼンターローレンス・トト バレット氏とのインタビューでその理由を明らかにした本校ではその内容をもとに現在の F1 の潮流とカテドライバーに課された厳しい現実に焦点を当てる F1 の進化と新人ドライバーへのハードル F1 は技術とドライビングの両面で非常に高度なスキルが求められそのレベルは過去に比べて飛躍的に上昇している ストスト氏が指摘するようにマシンを運転する資格がないと言えるようなドライバーはもはや存在しない若手が成功するためには幅広いスキルを身につける必要がありこれは苦しい課題となっている過去には新人2人を起用してシーズンをスタートさせることもあったが今ではそれが難しくなっている F1 の舞台裏で数々の変化が起き トスト氏が語るように非常にレベルが高くなったため即戦力となる新人ドライバーを見出すことは容易ではなくなっている。キアストリの例から見える新人ドライバーの躍進2023年にマクラーレンのレギュラードライバーとなったオスカー、キアストリはアルキーヌでのリザーブ経験がその躍進に影響を与えたとされている。トスト氏は 彼はリザーブでありながら年間4000、5000キロメートルを走ったので F1 のスピードと車自体に慣れていたんだと語るこのような経験がなければ若手ドライバーがレギュラーシートで即座に結果を出すことは難しいスポンジのように経験を吸収することが求められトスト氏はアルキーヌがピアストリに対して言ったアプローチを正しいやり方だった と評価しているスプリントフォーマットと若手ドライバーの課題新たな課題として浮上しているのがスプリントフォーマットによる影響だ予選セッションまでに実質的に使える時間が限られているため若手ドライバーが未知のトラックに順応することが難しくなっている若手ドライバーが競り合う場面が減り経験を積む機会が減少することは 彼らの成長にとって大きな障害となっているアルハタウリの事例から見える課題アルハタウリは2019年の F に王者であるニックでフリースをレギュラードライバーとして起用したが3年目の角田博史やとの比較でなかなか成果を上げられない状況が続いていたハンガリー GT 直前には 契約解除という厳しい決断を下すこととなり、ベテランのダニエル、リカルドがその後釜に据えられた。この事例からも、若手ドライバーに対する厳しい試練が浮き彫りになる。新人が結果を出すことはますます難しくなり、チームも安定したパフォーマンスを求めるようになっている。若手育成のプロセスが難解化する中で、トスト氏が、 状況は変わったんだとのべるのも理解できる。